よくやった。お前は本当にすごいな。すごいぞ。やったな。マグマを急速冷却して生成か。これをまとうことで冷気を制御していたみたい。石が劣化して剥がれるたびにまとい直しているんでしょう。なるほどっすね。それでじいさんに報告できるね。はい。でも祖父は私に別のことを知ってほしかったのかも。いい課題だったわね。はい。知りたいとあがくってすごいです。相棒。石の謎に付き合ってくれてありがとうございました。あなたは本当に本当に。いや、戻ったか。こっちはなんとか一段落ついたところですよ。そのようだな。ひとまずそちらの経緯を聞かせてくれないか。これでレイゲーナの異常行動も収まって、寒冷化による生態系の壊滅も免れるはず。素晴らしい成果だったな。しかし水を差すようで申し訳ないが、私の調査結果を聞いてほしい。それを報告する前に、至るところに不自然な断層を見つけたわ。それもたくさん。この地で頻繁に地殻変動が起きていた証拠よ。地殻変動？そう。でもそのどれともイベルカーナとの関連性を見つけられなかった。それに歌が聞こえる理由も不明です。まさか、うん、歌と地殻変動は関連している。レギエナの行動やイベルカーナの活性化に影響していた可能性が高い。これらが収まらない限り生態系の異常は続くだろう。だとするとその原因は大いなる存在か。地下剣道だ。離れろ。